皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年4月29日11時16分、えー、ホームページのですね、えー、淡井圭介の履歴の部分で、あのー、YouTube 一覧表、えー、石川県震度6強の地震関係っていうところがあるんですけども、まあ、この辺りで、えー、まあ、寄付等の 関係のところなんですけどもこの中でいくつかアクセスすると、そこのページは、えー、現在もありませんと。ただまあ、こちらがそうなんですけども、このページはもう存在しませんっていうことで、まあ、こういう風な、えー、画面に変わってしまうっていうのが結構ありました。で、一応ね、その、僕、 まあ、こちらの方は僕のホームページのその制作してる方の画面なんですけども、まあ、そういったところは削除するようにしました。で、えっとね、正さとさんのところの内容のものも、えっと、多分、そうですね、もうなくなったかな。さっき、えっと、あれこちらは直接アクセスしてるところだから、自分のホームページの方消しても、 すぐには消えないはずなんですけどね。ああ、戻った時に読み込んでるからかな。あと、まあ、ま、ナスカ天心選手、雷ンとしてなのか、ええー、まあ、寄付してたところはアクセスできるようにはなってたんですけども、そこね、あの、広告が、エロ関係の広告がついてたんで、ええー、まあ、そこをアクセスしてみな、 い,いと、まあ、わからない部分もあるかと思うんですけども、まあ、文字云々のところも、あんまりちょっと詳しいところは僕もよくわからないんですけども、ただ、刑法175条の内容に、まあ、違反していると。まあ、あの、まあ、適用されるって言ったらいいんですかね。あの、250万円以下の罰金と、あと他の罪もついてきますよと。 いうような内容のところの広告がついてたんで、各自その E ファイトというところで、えー、変な広告がついてきてないかどうか、それつけると完全にアウトなんで、えー、その辺しっかりと、えーえー、対応してください。で、まあ、ここはもう、このま、さえこさんっていう人ね、えー、東原秋の都半島自身現金200万円寄付、さえこ、ー、の社団法人と、 日,赤まあ日本赤十字だと思うんですけども、通じ今後も継続的に力にっていうことなんですけども、これね、あの、本当にお金、自分たちのポケットマネーで払ったのかどうかっていうことなんですよ。ちょっと先もアクセスできなくなってたんで、もうこういうふうに消します、自分のホームページから。だね、あの、一応いろんなとこアクセスできるようにはしてますけども、この被災地関係のところでもね、 だいぶあの、嘘まじりになってる可能性がありますね。だから俺、自分たちの労働力のことを言ってたのか、何なのか、本当にお金を出してたのか、何なのか、なぜアクセスできなくなったのか、その辺のところちょっと、まあ、ここはちゃんとさすがにアクセスできますね。プロ野球12球団被災地支援の方針一致、え現金1億円寄付と、まあ、こういうふうにあの、真面目にしっかりと会議して、決めてらっしゃるところ、さすがにこういうところに関しては、ま、嘘がないっていう、 ええー、まあ、捉え方。まあ、そういうふうな捉え方でいいと思います。まあ、一応、あとで、何週間か何ヶ月が経過してから、こういうふうに確認して、ええー、問題がないかどうか。これもね、この一覧表、あ、これもアウトですね。ええー、刑法175条。だから、この辺のところで、ええー、ちょっとね、これももう消しておきますね。 えっと、能登半島で寄付した芸能人ということで、う、え、ん、ー、これもね、だいぶ嘘交じりの可能性ありますね。ちょっとね、まあ、こういう作業、えー、続けていきます。